あの、のものまねをするっていうね、思いついたんですよ。俺の、なんか、すげえな。あ、ダメだ、語彙力がなくなっちゃった。あ、ちょっと待って、ビビビドン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 ダバダバビーパパパラポ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 パパパパラポ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 パパパパラポパパパラポパパパパラポ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 ええのやり方、絵の足り方で検索してみようかな。絵のなんだっけ、なんだ、ピカソさんのなんか絵になんか方法があったんだよね、なんとか方法みたいな。あ、でもね、それを今なんで使おうと思ったか忘れたんで、続けます。だからそう、ピカソさんそういうの作ってんじゃん、なんとか方法みたいな。タンゴスカイ絵で俺もやろうと思って今ので作りました。のモノマネをするっていうね、俺が思いついて、牛のモノマネをする、羽島恭志郎のモノマネをする、プロトキオですみたいな、なんかそののモノマネをするっていうね、のモノマネをする羽島恭志郎みたいな、のモノマネをするっていうモノマネ二重連鎖構造っていうのはね、二重構造っていうのを作りまして、まあ牛のモノマネをする、鳥のモノマネをする、羽島恭志郎みたいな、でそののモノマネをする、おのモノマネをするっていうので言うことによって、話がポップになるんじゃないかな、のモノマネをすると思って羽島恭志郎です、のモノマネをする、まあということで喋って、一個のモノマネをするっていうことでね、ちょっと詰まって、モノマネをするの状況なんで、のモノマネをするなんですけどね、あの、のモノマネするっていうね、どもねどの、モノマネをするみたいなね、それだけです。の、モノマネをする、の、モノマネをする、の、モノマネをするっていうやつをの方法を作ってたんで、皆さんも日常会話で困った時は、の、モノマネをするを、の、モノマネをするを使ってみてください。の、モノマネをするっていうね、何のモノマネもしないの、の、モノマネをするみたいなね、自分で自分に無茶振りをするけど、その無茶振りを無視するお話、の、モノマネをするでした。だから鶏のモノマネをするというかさ、鶏美味しいよねみたいなね、のだからこの文章をまず考えなきゃいけないですよ。だからケンタッキーって美味しいよねっていう文、言葉を発したいと思ったら、ケンタッキーのモノマネをする美味しいよねみたいな、違うな、違う、ごめんなさい、ケンタッキーって美味しいよね、だからケンタッキーのモノマネをするって面白、美味しいよねって、面白いって言っちゃった、自分に面白いって言い聞かせすぎて、おから始まるもの全てが面白いよねに変換されてしまう男こと、はじまきよしろのモノマネをするって感じでね、こんな感じで使っていってください。バズれ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 、ライトイヤーになるんだよ、バズライトイヤー、バズるとバズライトイヤーのおかげで、そのライトイヤーを使ってはじまきよしろのモノマネをするってことね。あのモノマネをする、今ライトモノマネをする、ライトのモノマネをするです、ライトの真似をするっていう、ライト真似するじゃダメですよ、ライトのモノマネをする、ライトのモノマネをする、なんでのモノマネをするまでがのモノマネをするなんですよね、のモノマネをするってね、のモノマネをするっていう感じで言ってください。それじゃないとみんな笑いませんのでって言ったところで笑いませんけどね、のモノマネする。心臓痛い、ちょっと頭おかしくなりすぎて心臓が痛くなってきた。ということで終わりました。のモノマネをする。